最近ワインに凝ってます。デリカメゾン白ワイン300円ぐらいですね。そしてビストロペットボトルです。赤ワイン、これも200-300円。最近ワインにハマってるという話でした。じゃなくてですね、エクスペリア、最近買ったんですけど、こいつの、まあ、一つ機能を紹介していきたいと思います。はい、エクスペリア Z5 でスクリーンショットとスクリーンレコードのやり方の紹介をしていきたいと思います。まずこの横にある電源ボタン、これをちょっと長押しします。そしたらこうなりましたね。ここにスクリーンショットとスクリーンレコード、まあ、タッチできるようになりました。はい、でこのスクリーンショットを押すだけで撮れましたね今。はい、今撮ったスクリーンショットを、まあ、ちゃんと撮れてるかどうか見ていきましょう。アルバム、あ、ありますね、こいつですね。はい、これが今撮ったスクリーンショットです。このホーム画面がちゃんと撮れてますね。はい、続いてスクリーンレコードを押していきたいと思います。レコードっていうことなんで、まあ、動画を撮ると、この画面の動画を撮るということなんですけど、とりあえず何か、サイトに入ってみましょう。楽天市場、とりあえず入ってみます。はい、こういう状態になってますね。さあ、ここで、スクリーンレコードを撮っていきたいと思います。じゃあこの横の電源ボタンを長押ししていきます。はい、この画面になりました。スクリーンレコードを押します。はい、そしたらこういう4つのボタンが現れましたんで、この赤丸が録画ボタンなんで、こいつを押していきます。はい、録画が開始されました。1、2、3。それでここでちょっとこの画面をいじってみましょうか。こんな感じで上に送ったり下に送ったり、そしてクリスマスツリー押してみますと、こんな画面が現れましたね。そしてこうやって探りながら、これが動画として録画されてるわけですね。こんなもんでいいでしょう。そしてこのボタンを押して、このボタンを押したら、この四角の赤が出ますから、これが停止です。はい、これで今、まあ軽く動かしましたけど、これが動画として撮れてるはずです。確認していきます。はい、このビデオに入ってるはずなんで、これですね、今撮ったやつが。はい、録画開始されました。1、2、3。そしてここでちょっとこの画面をいじってみましょうか。こんな感じで上に送ったり下に送ったり、ちゃんと撮れてますね。クリスマスツリー押してみますと、こんな画面が現れましたね。そしてこうやって探りながら、これが動画として録画
されてるわけですね。まあ、こんな感じで簡単に撮れます。はい、ちなみにこの画面ですけども大きくしたり小さくしたりできますんで、こんな感じで簡単にスクリーンショットとスクリーンレコードが撮れます。以上です。